GLTV What About Juice 始まりました。パーソナリティのジュースです。前回はですね、ファンタシリーズからね、ブランニューのスモモを紹介させていただいたんですけど、まあ、今回はですね、三ツ矢サイダーからね、新しく新商品がね、出てたんで、それをね、紹介していきたいと思います。それではですね、今回紹介する商品はこちらです。三ツ矢サイダーの巨峰ですね。こちら限定生産って書いてあるんで、まあ、レギュラー化ではなくね、一定期間のちょっとね、限定販売ではなってしまうとは思うんですが、でね、こちらの三ツ矢サイダーの巨峰なんですけど、まあ、長野県産のね、巨峰を使用してまして、まあ、熱を抑えた製法とかね、保存料不使用とかね、結構こだわって作っているようなんですけど、まあ、果汁もね、1% 含まれてるみたいですね。で、三ツ矢サイダーって言いますとね、大体まあ定番のね、みんなこちらをね、イメージする方多いと思うんですけど、これ実はですね、三ツ矢サイダーもちょこちょこね、味付きのいろんなフレーバーを出してまして、まあ、今回はその中でもね、巨峰になってますね。それではですね、早速ね、味の方をチェックしていきたいと思います。それではですね、早速レビューの方していきたいと思うんですが、まずはね、香りですね。なんか今までちょっと紹介してきた商品に比べると、そこまでね、香りの方しっかりしてるわけではないんですけど、ほんのりグレープの香りがしますかね。ちょっとね、それでは早速味の方をチェックしていきたいと思います。いただきます。あ、うまいうまいうまい。ぶどうの味しっかりしてますね。で、なんかファンタグレープとか、ああいうこうちょっとテイストというか、ぶどうフレーバーとかっていうよりは、果物の巨峰の味がしっかりしてますね。でね、多少コクがあって、甘みもあって、これ美味しいですね。自分はやっぱこういう、こう、なんていうんですかね、果物系の味がしっかりしてるのも好きなんで、これおすすめですね。うん。ただちょっと炭酸強いんで、本来のね、そもそもの三ツ矢サイダーあんま得意じゃない方はちょっとね、おすすめしにくいところはあるんですが、まあそういうのは全然ね、大丈夫な方はこれぜひおすすめですね。三ツ矢サイダーの巨峰。これちょっとね、このままもう一本買いに行きたいぐらいの、ちょっとバイブスは自分ある、これ美味しさですね。気になった方ね、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。以上、GLTV What About Juice。まあ、今回はですね、この三ツ矢サイダーの巨峰を、ご紹介させていただきました。またね、次回の方もね、ぜひチェックしていただいて、チャンネル登録の方もしていただけたらと思いますんで、またね、引き続きご視聴の方よろしくお願いします。ピース!